はいどうも、北海道小樽市在住大久保克也41歳です。よろしくお願いします。毎日夜9時にいろいろな紹介動画上げてますんで、よろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、ってことで今回皆さんにご紹介したい漫画、こちらの作品になってます。恨みは本舗ということでですね、2000年にビジネスジャンプで連載が開始されて、2006年にはテレビドラマとしても放送されている作品になっています。謎の女恨み屋が恨みを持つ人間の代わりに復讐を代行して行うという話になっています。恨みを持つ人間にあなたの恨みを晴らしますといった黒い名称を渡し、依頼を受けるんですね。そして依頼人は社会的抹殺と実質的抹殺、どちらかを選ぶことになります。恨み屋はポリシーとして、理不尽な逆恨みや嘘をつくような依頼人に対して報復することもあります。逆に依頼人の恨みが正当なものであれば、たとえ女子供でも容赦なく殺します。恨み屋は容姿性別以外は全て謎に包まれています。髪型は黒髪のロングヘアなんですけど、それは実はカツラでショートだったりとか、いつも同じネックレスをしていたりだとか、こう謎な部分がたくさんあるんですね。後半はそういった謎が徐々に明らかになっていくんですけど、自分のことを正義だとは絶対に思っていなくて、必要悪だと言ってるんですね。そして頭が良くて冷静で計算高く、全てをビジネスとして割り切っています。依頼を受ける時には叱るべくという決め台詞があったりとかします。この恨み屋にも仲間がいて、まずは情報屋なんですけど、恨み屋の協力者で、本人曰く金さえ払えば総理大臣の口座番号でも調べ上げるというぐらい電子や情報技術がすごくて、大抵の人間の身元は調べ上げることができます。あとはピッキングの技術もすごくて、標的の留守中に盗聴器や隠しカメラを仕掛けたりできるんですね。大体ターゲットや依頼人の情報はこの情報屋からは聞き出すことがほとんどです。あとは実の弟でホストをやってるシューとか、そして女子高生のリナ、もともとは依頼人だったけど報酬を払えないがために体で払うということで恨み屋の仕事を手伝わされています。一番のおすすめはシバスダというオタクのキャラクターなんですけど、宇宙人のふりをした言葉を信じて恨み屋の仕事を手伝うんですね。で、定職にはついておらず、自作で作ったガレージキットを売って生計を立てています。ただ両親がアスリートだったため、小さい頃から体を鍛える特訓をさせられていたため、めちゃくちゃ足が速く身体能力もズバ抜けて高いです。このシワスダが関わった事件は毎回面白いなと思って読んでるようなキャラクターになってます。そしてこの恨み屋に集まってきた個性豊かすぎるキャラクターたちが依頼人の復讐を代行して行っていく話なんですけど、本当に読んでて胸クソ悪くなるような話も多々あれば、どっちが良くてどっちが悪いのかっていう判断しかねるようなね、いろいろな案件もあったりとかして、読んでいて1話完結ではあるんですけど、飽きさせないような内容になっているんでね、ぜひ読んでいただきたいと思います。ということで今回恨み屋本舗という漫画のご紹介させていただきました。皆さんの貴重なお時間で最後までお付き合いいただき本当にありがとうございました。